ごい。すげえなこれ、うん、ここには入れといてちょっとドリップ対策、うん、いい味出るよ。俺も袋いっぱいある、ね。白ワインだ。白ワインか。寿司の子です。寿司の子。美味しそうだね。2合分だから大さじ2杯。うん、うわいい匂い。汁用に混ぜるのは超いい匂い。これはいい匂い。あ、ちょっと焦げてんね。ご愛嬌。缶詰メーカー増えた。簡単きれいにできる握り寿司。押すんだ。押すんだって。ほう。おお、すごいじゃん。じゃあ例のあれ。例の。すごい。例のあの板を。そうだね。これで、他も押さないとダメでしょ。あ、すごい。でもこれすごい。じゃあネタです。このくらいかな。うん。
これはすごい。ちょっとさ、これ話してからの方が良かったかな。そうだな、ね、そうだよね、ちょっと話そう。くっついてた微妙な幅があったら魚使うと、あれですね、魚の匂いが、これ面白いね、アジって感じだな。うん、ハマチ？おお、素晴らしいんじゃない？すごい、これ写真撮る。わあ、いい買い物したね。うまい。面白い。結局ステーキやってお寿司やってもそうやんだよ。わさびは。わさびが好きなんだ。はい、具が余ったんで刺身、うん、刺し盛りですね、うん、あ、これエビ食べて、今ね6時半です。満足した食事を終えてですね、眠くなっちゃってテントの中でだらーっとしてます。ちなみにね、こんな感じ。これ広角だからね、広く映るけど実際はすごい狭いですよ。
じゃあまずお湯沸かすから、うん、よし、うん、じゃーん、ここに入れるんだって。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。はい、オッケー。はい、はい、蓋して。何分だっけな。油。いい匂いだ。あ、混ぜた。しょうがないかね。ちょっと、いただきます。どれどれ。塩。
はい、今7時40分ですね。はい、撤収終わりました。昨日のお寿司もすごく良かったし、みんな驚いてましたね。あとね、まあ、今朝のご飯もすごい美味しかったし、まあ、食べることに関してはもう100点満点で、はい、小瀬沼湖畔をですね離れて沼山峠のバス停まで歩いてきます。今日は本当に朝からバッチリ晴れてよかった。いい天気になったわ。